皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回もマイク・クインシー氏のハイヤーセルフのメッセージに耳を傾けてください。2021年7月9日のメッセージ。あなたに準備ができていれば、アセンションする機会があることを、私たちは様々な場面で伝えてきました。どんな時でも個人で成し遂げることができ、目印を通過したあなたには、そのための助けが与えられています。波動は上がり続けており、もしあなたも自分の波動を上げているのであれば、アセンションの準備ができていない理由はありません。あなたのバランスの 51% 以上がポジティブであれば、あなたはアセンションへの軌道に乗っているということをすでに認識しているはずです。そのためには、自分を高めてくれるものに焦点を当てることによって、ポジティブな状態を維持しなければなりません。それは簡単に聞こえるかもしれませんが、可能な限り他人に尽くすために自分の人生を提供すれば、そうなるでしょう。それは、自分に何が期待されているかを理解していることを、証明する方法でもあります。自分のための時間は今まで通りありますし、他者への奉仕は、光を広めるためのとても満足のいく方法であると気づくでしょう。周りで何が起こっていようと、冷静で穏やかに過ごすことがあなたの生き方になります。これは極めてやりがいのあることで、他の人があなたを見習いたいと思う良い手本となります。あなたは、古い方法を捨て、より野心的で愛に満ちた方法に置き換えることによって、すべての魂がワンネス、すなわち一体性を認識するための中間期と呼ばれる状態にいます。あなたの中には創造主の原始があり、それはあなたのすべてが創造主である神の一部であり、永遠の命を持っていることを意味します。あなたの周りのすべての魂が、真の自分への道を見つけるように運命づけられているということは、特にあなたに多くのことを考えさせるに違いありません。あなたの周りにいる最も低い魂でさえ、最終的には自分の真実の道を見つけるのです。たとえ波動が低くても、誰もが自分の道を見つけるための助けを得られることを、あなたはもう知っているはずです。ですから、周りの人をもっと洞察力と思いやりのある目で見てみると、彼らが光を見つける可能性を持っていることがわかるでしょう。あなた方は皆、故郷への旅をどこかからか始めなければなりませんでした。そして、多くの人生と経験を通して、真実と光を見つけてきました。物質宇宙での経験を強制された人は誰もいませんし、あなた方も進んでその機会を受け入れたと確信しています。あなた方は、本当の自分を知っていることによって影響を受けない人生を送るため、記憶が消されることを知っていました。最終的に、あなたは物質宇宙での経験から大きな利益を得て、あなたの足跡をたどる人々の助けになります。進化とは、自分の波動を高めて、より高い領域へと進んでいくことが全てです。あなたは無意識のうちに、何を期待して、自分をさらに進化させるために何が必要なのかを知っています。特に今の地球は雑念に満ちており、ポジティブな魂が影響を受けずに人生を旅するには時間がかかります。あなたは完璧であることを求められていませんし、もしそうであれば、あなたは地球に適さないほどの高い波動を持っているということになります。あなたの存在レベルを決定するのはあなたの波動であり、今現在、あなた方の多くは波動として知られる高いレベルへの道を順調に進んでいます。それがあなたがどのレベルに行くかを決定する方法の美しさと公平さです。多くの人が自分はアセンションへの道を順調に進んでいると感じており、その道のりはすべて助けてもらえると確信しています。成功した時に待っている美しさと完全な平和は、言葉では言い表せないほどで、もしそれを垣間見ることができたら、
それを可能にするために努力した甲斐があったとわかるでしょう。少し驚くか、あるいは衝撃的だと思う人もいるかもしれませんが、皆さんはこれまでの人生の中で、必要な経験に応じて男性と女性の両方を生きてきました。これは、あなたが将来、男性と女性の区別を必要としない、より高い波動の体を手に入れるための準備なのです。明らかに現在のレベルでは、生殖に関しては、より動物的、と言えるでしょう。考慮すべき多くの変化があり、振り返ってみると、物事がどれほど変化しているかに気づくでしょう。思考の力があなたの人生を支配し、話し言葉は不要になるでしょう。思考によって想像する力は、あなたにとって普通のことになります。もちろん、このような変化はタイミングよく起こるものであり、あなたが進化すればするほど、このような変化のアイデアに慣れていくでしょう。お気づきかもしれませんが、銀河系の生命体は現在のあなたの姿とは大きく異なります。しかしそれは、あなたが自分の波動を高めていく中での正常な過程です。人生は成長するにつれて驚きに満ちていますが、もちろん事前に準備をしています。進化の様々な段階で、あなたは事前にきちんとそれらの情報を与えられているので、その考えは間違いなくあなたにとって新しいものではありません。通常はあなたを圧倒しないように、一歩前進するために必要なものだけが与えられます。あなたの目の前には素晴らしい未来があり、邪悪な存在に邪魔や妨害をされることなく、快適で楽しい未来が待っていることを知り、あなたは勇気づけられるはずです。困難な時期を乗り越えようとしている時に、このような考えを持つことは、どんなにワクワクすることでしょう。あなたには助けが与えられています。そしていずれ、あなたの高次レベルの経験を共有する人があなたに会いに来ます。未来の知識があなたを高揚させ、この先何があるのか疑うことなく、前に進む力を与えてくれるでしょう。それはあなたがとても好む形になります。現在の出来事は、あっという間に過ぎ去ってしまう通過点であり、宇宙からの友人との出会いもあります。中にはあなたの家族もいて、あなたに再び挨拶する機会を心待ちにしていることでしょう。再会は、低い波動から出続けることができたあなたの成功を大いに祝うことで満ちています。私たちは、あなた方のほとんどの人生の中で、先に旅立った魂たちがあなた方と再会する時が来ることに触れておきます。地球上の人生は、本当の意味では淡い反射に過ぎず、そう遠くない未来に、あなた方が楽しみにしていることの全てがあります。来るべき出来事を知らない仲間には、優しく親切にし、彼らにとって非常に試練の多い時期を何らかの形で助けてあげてください。すべての経験は、たとえあなた自身がその目的を認識していなくても、あなたを前進させ、新しいレベルに引き上げるためにあります。人生には刺激的なこともあれば退屈なこともありますが、その違いはすべて、あなたをさらに前進させるために必要な経験の一部なのです。何事も偶然ではありませんから、自分の人生に起きていることに注意し、そこから学ぶことがあれば、それを心に留めておいてください。あなたはすべての経験を通じて、その理由が何であるか理解するために助けられているということを確信してください。自分の能力以上のことを求められることはありませんし、自分が同意した計画を持ってこの地球上に生まれてきたことを忘れないでください。あなたの周りで起こっていることは、必ずしもあなたに影響を与えるものでなくても、すべてがうまくいっています。たくさんの愛に満ちた魂があなたと共に旅をしていることを知って、目標を見失わないでください。愛と光の中で。いかがでしょうか？前回から気になっていましたが、彼の最後の決まり文句は廃止されてしまったのかもしれませんね。
少し寂しいです。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。